新型コロナウイルスの影響でリーグ戦が中断となっている中、ヴァンフォーレはリーグ再開に向けて日々トレーニングに励んでいる。しかし練習はウイルス感染対策で非公開となっているため、ヴァンフォーレロスを感じているサポーターも多いはず。そこで今回はリーグ戦再開を今か今かと待っているサポーターに選手たちからのメッセージを届けよう。まあ、チームの雰囲気はすごいかき回っていいと思いますし、まあ、個人としてもキャンプから今まで通してすごくいい状態できているので、まあ、なかなか皆さんに会えなかったり、週末、まあ、楽しみがない中でまだかと待ってもらっていると思うので、まあ、再開した時には勝利を届けられるように僕たちも頑張りますので、皆さんも応援のほどよろしくお願いします。これ OK ですか、バンクリポーズ。チームとしても、まあ、ペースを落とさずやってますし、個人としてもこの間練習試合でも得点取れたので、すごいコンディションはとてもいいです。今中断期間でなかなか会えないですけど、中断明けたら皆さんと会えること楽しみにしています。まあ、また延期になっちゃって試合したかったですけど、仕方ないことなんで、まあ、逆にそれをプラスと捉えていい準備期間だと思うんで、この期間を大切にしたいなと思います。自分たちも再開に向けて精一杯準備します。皆さんも再開に向けて力を貯めてスタジアムに足を運んでください。お願いします。本当難しい時期で、週末に試合がないというのは本当僕たちにとってももどかしい気持ちですし、でもまあこの期間をいいものにできていると思うんで、まあ、再開を楽しみにしてください。まあ、リーグもいつ始まるかわからない中で、まあ、練習も非公開が続いて、まあ、なかなかファンサポーターの皆さんと関わる機会がなくて、まあ、選手自身も寂しい思いをしてるんですが、まあ、そういった思いをエネルギーに変えて練習頑張って、まあ、再開した時にみんなで喜べるように頑張りたいと思います。スタインしてます。熱い言葉をお願いします。これいつもやってるんで。今のうちにエネルギーをしっかり貯めて、再開が決定したら爆発できるように頑張ります。コロナウイルスの影響で、J リーグも中断になって、いつ再開できるかわからない状況ですが、自分たちにできることをしっかりやって、再開が決まりましたら、チーム全体としてすごいいいパフォーマンスができるように頑張りますので、皆さんも手洗いうがいしっかりして体調管理に気をつけて毎日過ごしてください。まあ、早くホームで試合やりたいので、まあ、勝てるよう頑張ります。はい、リーグ戦再開後にいいプレーできるように、チーム一丸となって準備していきますので、体調に気をつけて、しっかり再開した時に、熱い声援お願いします。女性サポーターにたくさん見に来てください。お疲れ様です。リーグが中断して、まあ、サポーターの方には寂しい思いをさせてると思いますけど、中断明けに一丸となっていいプレー見せれるように頑張るんで、この期間みんなで、力を貯めて開幕した時に爆発させられるように皆さんで頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。本当に中断してて、僕らも本当に早く試合したいですけど、一番大事なのは皆さんの健康だと思うので、しっかり再開する時までに、お互い健康に気をつけて喜び合える日を楽しみにしています。よろしくお願いします。まあ、リーグ戦延期ということで、サポーターの皆さんも選手もうずうずしていると思うので、選手はしっかり力を蓄えてリーグ戦に向かって準備しているので、サポーターの皆さんも風邪、体調に気をつけてスタジアムホーム開幕で来てもらって、元気に応援できるようにしておいてください。よろしくお願いします。僕たちはコロナに負けず毎日激しく元気に練習してるんで、再開した時にはファンサポーターの皆さん大きな声援で応援していただけるように今は準備していってください。スタジアムで一緒に戦いましょう。バンクンポーズ。ハチもめっちゃ似合う。いや、俺いいっす。やってる見てください、しょうもない犬が2匹います。しょうもない犬が、これゆうとくん喜ぶやろな。
竹岡優斗この状況を喜ぶぞ。タグ付けしといてください今大変な時期ですけど頑張って期待以上に楽しませるように僕らも頑張りますんで、うずうずしててくださいそのまま。まあ今日本中がすごい大変な状況ですけど、僕たちはこの練習できるっていう環境、に感謝しなきゃいけないし、再開した時に 100% のプレーで勝って結果を残すことが今できることだと思ってるんで、お互い厳しい状況ではありますけど、共に頑張りましょう。今コロナで日本世界が大変な時期ですが、自分たちは今一生懸命練習をしているので、リーグが始まった時しっかりサポーターの皆さんにいい試合を見せれるように頑張るので、その時まで待っててください。なんで笑う本当にね、こういう、日本の中でも、すごく大変な時期だと思いますけど、皆さん、この再開した時にも、ね、素晴らしい、プレーができるように、今選手たちも一生懸命やっていますので、ぜひ再開した時は皆さんで熱く、戦っていきましょう。よろしくお願いします。選手たちもウイルスに負けないよう必死でトレーニングに励んでいる。私たちもウイルス対策を十分に行い、再開したリーグ戦をチームと共にアグレッシブに戦おう。3月23日月曜日、ヴァンフォーレ甲府のオフィシャルスポンサー山梨トヨペット株式会社が、ヴァンフォーレ甲府のフォワードラファエル選手に車両を贈呈しました。贈呈式でははじめに山梨トヨペットの高野社長が、たくさん点を取って山梨に住む人に夢を与えてほしいとエールを送り、レプリカキーをラファエル選手に手渡しました。続いてヴァンフォーレ甲府の藤原社長がお礼の言葉を述べた後、ラファエル選手が、安全運転に心がけヴァンフォーレのために全力で戦いますと感謝を伝えました。そしてラファエル選手から山梨トヨペットへサイン入りユニフォームがプレゼントされました。今回贈呈された車両はトヨタの人気 SUV CHR です。カスタムスタイルとなっていて、最高の乗り心地と最新の設備を持ち合わせた素敵な一台です。ラファエル選手は早速贈呈された車両の乗り心地を確認し、車両の操作や設備の説明を聞いていました。posso aproveitar muito com isso, eu também poder, né, contribuir com o apoio e o patrocinadores que eles vêm nos dando, né, durante esses anos todos. Falei, estava na expectativa de poder pegar o mais rápido possível para poder conhecer os pontos turísticos de Yamanashi.Então agora é com calma procurar e conhecer todos os lugares. Mas primeiramente, levar ao treinamento, que é o mais importante, para poder treinar, para estar bem para os jogos. Voltar aos jogos, voltar a ter o carinho deles, voltar a ter o apoio deles, chegar ao nosso objetivo, que é o ano que vem. Arigato! Rafael 選手は贈呈された車両を気に入った様子で、最高の笑顔で帰路につきました。